兵庫県立有馬高等学校は、兵庫県三田市にある公立高等学校。略称は、有田全日制で人と自然か、総合学科を、定時制で普通科を設置している。グラウンド側から見た、教室棟全日制課程では、過去に、火星化や緑地園芸化、普通科などを設置していた。2000年度から人と自然か、総合学科の2学科を設置している。また 定時性過程を有し、普通科を設置している。21世紀の日本の担い手としての自覚を持ち、幸君誠を基盤とし、確かな学力と豊かな人間性や社会性を身につけ、自らが自主的に判断し行動する心豊かでたくましい人間の育成を目指す。となっている。1896年9月9日に、 兵庫県有馬郡三田町天神二丁目一番五十号の旧三田城神社の二の丸御茶屋跡地に三田町十四課長村組合立有馬農林学校を前身とし三田市に設置される高等学校では最も長い歴史を持つ学生改革前までは農林学校で学生改革後は兵庫県立三田農業高等学校となった統合校となる 兵庫県立三田高等学校は1907年に設置された三田町立三田裁縫女学校を前身とし、学生改革前までは高等女学校であった。1948年に兵庫県立三田農業高等学校と兵庫県立三田高等学校を統合し、兵庫県立有馬高等学校が設置された。過去には文校を有したが、 現在は設置されていない。三田農林三田工場、有馬高校文校吉川文校大御文校長坂、文校渡場文校山口文校グラウンド校内に、作、しだれ桜人と自然科は、喧嘩全域から通学することができる。以下は、人と自然海外の通学区域である。第二学隣接区域吹奏楽部は2018年、第100回全国高等学校野球選手権。 記念大会で交流のある秋田県立金足農業高等学校の応援演奏に参加した出身者ありがとうございます。